質問が来てますけど、すり減った靴のかかとはどこに行ってしまうのでしょうか。多分今あなたのポケットにあると思いますよ。すり減った分が大量に、ね、どっかにねあるんですよ。なくなるわけじゃないんでね。なんか家のほこりとかってどっから出てきた何なのか分かんないですけど自然発生しますよね。あの本当にあの陰謀ですよね。結局なんでここにあるんだ、はい、陰謀は。迷子の陰謀は あれ何なんですかね。風とかで飛んでるんですかね。いやそんなことありますかね。なんかそのいやいやそんな上になぜあるのみたいなところにたまにあったりするじゃないですか。髪の毛とかも自分の身長より高いところに見つかるみたいな。あの開いたことなかったあの辞書のしおりみたいなところに挟まってる時ありますよね。なんでここにこれ自分のなんかなっていう。それこそ僕結構はまあ、うん、今ねあの複数の芸人と一緒に住んでるんで多分他のやつのかもしれないですけど、うん、陰謀パイパンにしてた時もたまに落ちてたんですよね。あれ誰のなんだっていうのが結局誰のなんだろうなっていうのは。だから幽霊がいるよっていうと結構物事の説明って大体すっきり済むじゃないですか。だから陰謀の件になると我々も反オカルトは不利なんですよ。はいはいはい確かに。あまりにもあの超自然現象なんであれは。